今回の動画のスタート地点は小田急バス若林営業所、小田急シティバス世田谷営業所。小田急シティバスは小田急箱根高速バスと合併し、2022年1月からは小田急ハイウェイバスとなりました。今回は会社合併前日の営業所の様子をお届けします。こちらのバスはすでに小田急ハイウェイバスに変更されています。これから第二車庫に向かいます。もう見えてきました。小田急ハイウェイバスと小田急シティバスの表記が混在しているようです。こちらは小田急箱根高速バス共同営業所です。以上で営業所視察は終了です。最後に小田急シティバスの出庫シーンをお届けして終わります。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。